ておきたい、美術の用語。今回はムデハル様式について解説するぜ。うい、ムデハル様式は主に中世以降の時代において、現在のスペインで見られた建築様式のことだ。ふーん、一体どんな建築様式だったの？例えばこれ、スペインのアラゴン州、テルエルに建てられている、サンペドロ教会だ。アップにしてみるとこんな感じ。調和の取れた幾何学模様が入ってるのがわかるな。あら、本当だわ。こんな壁面をした教会は見たことがないわね。ムデハル様式はイスラム教の建築要素と、キリスト教の建築要素が融合した様式のことだ。こういった彩色タイルを用いた幾何学模様は、ムデハル様式の特徴であると言えるな。確かにイスラム教の建築は幾何学模様が特徴的ね。偶像崇拝が禁じられているイスラム教では、幾何学模様を用いた技術が発展していったんだ。ではムデハル様式の教会内部を見てみようか。壁面にびっしり幾何学模様が存在するわね。これはさっき言ったイスラム教建築の特徴だな。その一方でキリスト教特有のバラ窓、ステンドグラス、聖人の彫刻があるのね。ああ、これは純粋なイスラム建築ではまず見られないぜ。なるほど、これがイスラム建築とキリスト建築の融合なのか。このサンペドロ教会はゴシック期の影響を特に受けてるな。あれ？そういえばロマネスクの西洋美術史で語ってたモサラベ様式、あれもキリスト教とイスラム教の融合じゃなかったっけ？ああ、よく覚えていたな。確かに同じく中世のスペインでは、キリストとイスラムが融合したモサラベ様式というものが存在するんだ。例えばこの建物の場合だと、バテイ系アーチって言って、イスラム教特有の建築パターンが見られているぜ。じゃあムデハル様式とモサラベ様式って何が違うの？一番の違いはその成り立ちだな。スペインはもともと西ゴート王国っていう、キリスト教を信仰する国が支配していた。しかし711年よりウマイヤ朝というイスラム国家が侵攻し、イベリア半島を占領してしまったんだ。この時にイスラム教に改宗した人が多かったんだが、一部はイスラム教徒の監視下でキリスト教信仰が認められたんだ。彼らはモサラベと呼ばれ、これはアラビア語でアラブ化した人々を表す。なるほど、じゃあモサラベ様式ってのは、そのイスラム教国家統治時の様式ってわけなのね。しかし8世紀初頭よりレコンキスタという国土回復運動が展開され、再度イベリア半島をキリスト教徒が支配したんだ。ほうほう。この時にキリスト教に改宗せずイベリア半島に残ったイスラム教徒は、残留者を意味するムデハルと呼ばれたんだ。その人たちによる建築様式が、ムデハル様式ってわけなのね。17世紀に残留イスラム教徒は追放されてしまうんだが、アラゴン州テルエルの地では彼らの建築物が見事に残されている。異なる3つの宗教文化が融合した独特な建築物として、アラゴンのムデハル様式の建築物は世界文化遺産に登録されているんだぜ。というわけで今回はムデハル様式について解説させていただいた。このシリーズではこんな感じで、美術を楽しむ上で知っておきたい用語を解説していく。これを視聴していろいろ覚えてくれたら嬉しいんだぜ。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。そんじゃ。ご視聴ありがとうございました。